三田学園のすぐ近くなんですけども、あちらも金属回収ポイントですね。あの小屋みたいなところもう錆びてボロボロなって、屋根はもう穴が開いてますね。で向こうの方の道路へ行くと池があると思うんですけども、そこも水抜いて、畑にできますんでね、もう今水抜いてる状態です。であちらの家は解体対象の家ですね。もうちょっと指差ししますね。ほらもう家傾いてるでしょ。もうむちゃくちゃなことになってますわ。 あちらも解体しなきゃなんない家ですね。